ザ。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、先日生配信で、はい、あのちょっと9月30日までの期限のトレードの話で、そのコメントで沢村投手だったり藤浪投手が期間中ありえますかみたいなコメント来てたじゃないですか、うん、そしたらすぐにあったな、沢村投手がロッテにですよ。なあ、びっくりしました。豊さん、いや後輩なんだよね、中央大学の、はい、で中央大学ってさ、巨人となんか強いパイプがあって、はい、それで俺トレードされないと思ってたわけよ、はい、ね、中央大学は、はい、でもあのトレードになって、うん、まあ、まずトレードになったことがびっくりしたよね、はい、でも瞬時に思ったことは、あ、環境が変わるとどうなんだろうっていうことと、はい、まあハマればいいなっていう期待感もあって、うん、でたまたまその日が千葉マリンで日本ハム戦で解説だった、大丈夫で行って、うん、そしたらいきなり登録されましたって言うから、はい、とか思って、さすがにその日のもうその日はないだろうと思ってたんです。その日はなんかこういろんなユニフォームも間に合わないだろうし、うん、はい、まあそれは借りればいいなとは思ってたんだけど、はい、まさかその日に会見してその日に一軍登録されてっていうのはさ、さすがに早すぎんじゃないかなっていうふうに思ってたのね、はい、だから想像してなかったんだけど、はい、でいきなり登録じゃない、はい、で6回に使うってもう明言してるんだよね。これ勝ってたらどうすんのって、はい、でまだ優勝も狙えるしさ、ロッテなんて、うんうん、でまあ2位には2位は絶対確保しなきゃいけないっていうふうに思ってる球団だから、はい、そこら辺はちょっと慎重にやるのかなと思ったら、はい、もういきなりでしょ。いきなりでしたね。だってジャイアンツのファームにいた選手だよ、はい、まあ実力実績そういうものはあるにしても、うん、やっぱちょっとは見たいじゃない。はい、でもそんな度外視だよね。いきなりその日出てきましたもんね。いやびっくりした。いやそれで思ったのが、まあ、トレードで別のチーム行くっていうのはある程度の緊張感を持っていかなきゃいけないよね、はい、その緊張感となんか数日空くとさ、うん、いろんなロッテの情報が人から聞かされたりだとか、うん、なんか余計なことを考え出す、うん、そういう暇も与えない、はい、もうユニフォームトレード、あ、ユニフォーム着たんだったらもう戦力になってくれみたいな。で6回に使うよって、はい、で1点勝ってたんだよ、うん、めちゃくちゃ不安だったよ。見た、ゆたらさん、それを見ながら、いやそりゃそうだよ、だってジャイアンツはとっちらかってんだもん。あ、そうです、ストライクが入らないで。そうですよね。でいきなりさ投げたのが、まあスピードはおそらく150キロぐらいだったと思うけど、うん、ストライク取れたんだよね、はい、でポンポンと追い込んでさ、うん、三振じゃない、うん、あーよかったなと思ったら、次は太田かな、ジャイアンツ時代知ってるじゃない、元同僚ですもんね。あ、そしたらもうケレンミなく追い込んでさ、スプリットがフォークで三振じゃない、やるやんみたいな。そうですよね。いやそれで、その次はビアヌエバ、またこれもジャイアンツ一緒にやってるじゃん、うん、できるんすかと思ったよなんだか、まあ、とりあえず三振してくれと、はい、俺が投げた時はみたいな、はい、そんな感じで三振バッタバッタと取っていくから、はい、3連続三振なんてさ、うん、それも一球もとっちらかったボールがなく、うん、結構まとまったところに投げてさ、コースにも、だいい時の沢村投手、いい時以上だったよ。あんな沢村見たことないもんそうなんですね。だって一球はこっちに抜けるようなボールが沢村あるかなと思ったら全くないんだもん。すごいデビューでしたよね笑うんだよ笑っちゃうよな。でもいやでも、同じピッチャー、いやそうそう、なのかなって、うん、それも、うん、ゾゾってさ風が強くてあの日もピッチャー投げにくいんだよね、はい、変化球がなんか大きく曲がったりだとか、うんうん、いろいろこう自分が投げてる以上に曲がったりとかするから、はい、コントロールがつかない、慣れるまでに時間がかかるっていう球場なのにさ、はい、マウンド上がってきてバッタバッタ三振取るからさ、うん、びっくりしちゃったよ。びっくり、いやでもあの雄たけびすごかったです。いやすごかった。あれはやっぱり誰に対してのものだったんですかなんで俺に言わすんだよ。いやいやだから坂にも龍二言ってるじゃないかいやだからちょっとね、あの飯田橋とか水道橋の方を向いて
見たかっていう、ちょっとまあね、いろんな思いもあっただろうし、自分に対してもあったでしょうし、やロッテのこれからピッチャーとしてやっていくんだっていう雄たけびだったかもしれないでしょうし、で井上誠也がさ後輩だし、はいはい、井上誠也がこうベンチ、その時スタートじゃなかったんだよ井上誠也がね、うん、でやっぱ後輩だから直立不動で待っててさ、はい、で沢村にこう再敬礼してたけど、うん、やっぱみんなもね中央大学だし、うん、ピッチャーがね、まあそういう意味では、うん、なんかこう打ち解けるのも早いかなと思って、あ、そうかもしれない で、ね、でもいいスタート切って安心した、よかったです、ね、ほっとした、あれでまたとっちらかるとさ、はい、またなんか2軍行ってとか言って、うん、移籍したけど戦力になれずに移籍したとかになってくるとね、はい、すごく寂しい思いするじゃない、はい、でもああやって、まあ、次の登板も良かったしね、はい、だからすごく戦力になれて良かったよ ね、うん、ね、これが日本シリーズでまたロッテとね、もし巨人がやったらね、はい、まあその恩を返すというかさ、これで、ま、東京ドームでマウンドに上がってお手蹴りしたら、これまたすごいことになりそうですよ、すごいよね、はい、だからまあいいトレードだったなっていうふうに思うよ ね、 うで、ね、でこれでやっぱり沢村投手がやっぱりじゃあパ・リーグに出して良かったんだってなると、今言われているのが阪神の藤浪投手であったり、うん、ちょっと一部ね、あのメディアでも言われていたのが巨人の小林捕手の名前が上がっていたのもちょっとびっくりしたんですけど、まず藤浪投手は、まあ、藤浪はね、はい、やっぱ沢村を見るとさ、環境を変えることっていうのはやっぱ大事なことなんだなっていうのは、うん、まあ、一つ感じたのと、やっぱこう環境が変わるとともにやっぱ気持ちがリセットされるじゃない、はい、でなんかこう阪神でいるとさ、いつもこう悪いイメージをみんなに抱かれてっていうこともあるし、うん、まあトレード行くとそれがゼロになって、はい、まあゼロにはならないけど見返すチャンスをもらえるわけじゃない、ゼロから、うん、ということはなんか藤浪も環境を変えてやるとまだまだできる選手なのかなという、うん、でこの前11失点かなんかでもう放置されてたけど、まあ、ああいう扱いをするんだったら出してあげて環境変えてあげた方が、まあ、彼のためでもあるなっていうふうに思うし、はい、で球団でも抱えきれないんだったらやっぱ出してあげることが一番の得策かなっていう、まあ旧暦を見るとさ大阪でさ育ち、うん、ね、その地元の阪神に入り、まあ、その前に甲子園で優勝しみたいな、はい、まあ、スーパースターが入ったよね阪神に、うん、でもそれをさエゴで引き止めるよりも、うん、やっぱ彼のことを思うとやっぱ環境を変えてあげてもう一花咲かせてあげた方がいいかなっていうふうに思うよね。そうですね、ということはもう一花咲かせる球団はどこがいいんじゃないか。俺は西武がいいかなと思うんだよね。あ、西武、西武からあの阪神から言った榎木田っていうのが、はい、やっぱり行っていきなり10勝してるしね、うん、あそこは投手力が、あ、防御率が結構問題なところじゃない、はい、だからみんな仲間意識があると思ったよね。何の仲間意識ですか。いや、みんな阪神はさ、はい、言ってもピッチャー優秀だから、うんうんうん、なんか一人取り残されてる感があると思うんだよ、はい、でも西武だとみんな一生懸命投げるけど打たれたりだとか防御率が悪かったりとかするじゃない、はい、でもそういう同じような環境に入れてやって、うん、同じ苦しみを味わってるものっていうのは仲間意識ができるんだよね。だからそういう仲間意識の中で投げてほしいなっていうのもある。あとまあ先輩としては移ってきた内海投手とかもいますし、なんかアドバイス的になんかできる投手とかもいますからね。松坂もいるしね。あ、松坂投手もいますね。いるいる。だからそういう話す機会もあるだろうしね、はい、うん、アドバイスをもらえる機会もあるだろうし、はい、だから西武なんかがいいかなっていうふうに思ってるけどね。あとあの森捕手もいますし、ね、ああそうそうそう、うん、高校時代バッテリー組んでたね、はい、おそらくもう一つ森が後輩だろうけど、うん、藤浪は何やっとんすか言って、うん、絶対言いに行くしね。心強いかもしれないです、ね、心強いかもしれない、うん、だからまあそういう意味では、まあ、西武が最適かなっていうのは思うけど、うん、じゃあ逆に阪神から藤浪投手がいたら阪神はその穴ってどこが欲しいですか。やっぱ内野手の上手いやつが欲しいよね。あの守れるやつがいいよね、はい、うん、で打つ方はもうサンズとボーアが打つしかないから、うん、他はちょろちょろ打ってもそこのサンズとボーアの破壊力で勝つしかないからね。まあ大山もいいしね、はい、だからもう守備が上手くて出塁率の高いやつ、うん、それは1軍でも2軍でもいいと思う、うん、
でそういう選手を取ってサンズとボーアと大山の前に出塁しとくという、はい、そういう選手がいい。もう打つ打たないというよりも出塁率がいいんですよ。出塁率良くて守備が上手い選手ですね。そうそうそう。でなんとか1位の、まあ、首位の巨人を追っかけるっていうところですよね。そうそうそう。あともう一人名前が挙がってたのが、まあ、これはどうなるか分からないですけど、巨人の小林捕手なんですよ、うん。あの小林はさ、はい、菅野と組んで、はい、あのバッテリー賞とか、はい、いろんな賞を取ったけど、はい、今年の菅野を見てるとさ、小林がなくても勝てるじゃないみたいな。それ勝てるよね、うん、優秀なピッチャーだから、はい、だから小林っていうのがこう浮いてくる、うん、大城も育ってきてる、はい、あのキャッチャーとしてね、うん、バッティングはもともと良かったけど、うん、でまあ住みたいな、でそうなってくると、まあ、3番手でいいのかっていうキャッチャーじゃない、うん、はい、そしたらロッテは、まあ、ロッテだと思うんだけど、はい、田村がちょっと怪我したんだけど、はい、でやっぱ正捕手というキャッチャー、はい、まあ、柿沼、佐藤俊哉、はい、ルーキー、うん、それじゃやっぱちょっと心もとないんだよね、うん、守備が、はい、だから小林というね、はい、キャッチャーを欲しいという。実現すると沢村投手と小林捕手が、そしたら沢村がダメになったりしてそう、まあ、あれあれあれって。いやだけどやっぱこうロッテも優勝しなきゃいけないしさ、はい、で2位は絶対確保、はい、まあ、そうなってくるとキャッチャーって必須なんだよね今。そうですよね。だから実現性はありえる。で沢村に、はい、なんていうの、沢村もトレードしたぐらいだから、うん、おそらく小林も可能性はあるよね。ただ、はい、俺思うんだけど、やっぱこうロッテは今そうやって苦しんでるじゃん、うん、キャッチャーのところで、はい、だから小林をじゃあ今シーズンだけ貸し上げるみたいな感じのトレードでもいいと思うんだよ。で、ジャイアンツを補うのはやっぱ中継ぎピッチャー、はい、まあ、それか野手、まあ、いや、まあ、野手って言ったら両方なんだけど、はい、まあ、ピッチャーはいくらいても、まあ、そうですよね、そうないんだよ、うんうん、ね、疲れるし。で楽天から取ってますしね、高梨投手。そう、だからロッテは優秀な速いピッチャー多いんだよね、うん、だからそういう意味ではピッチャーをお借りするみたいな。そう、お借りした場合は、まあ、お借りしますとは言ってはトレードはしないですけど、うん、オフにじゃあ元に戻す可能性、条件として、だからそれはあってもいいと思うんだよね、うん、だから他球団も巨人を追っかけなきゃいけない、うん、阪神 DeNA、うん、そしたらもうお借りする、うん、レンタル制度、うん、だから今 A クラスに入ってるソフトバンク、ロッテ、楽天というのは難しいかもわからないけど、はい、下位の3球団は貸してもらう、例えば山本を貸してもらう、あ、オリックスの、うん、はい、とかすごいですね。いやいや、争奪戦になっちゃいますね。だってさ、はい、もう優勝2位までは入れないオリックスは、うん、そしたらいいし、山本を一枠開けて、うん、優勝に向かって原動力となる経験の方がいいでしょ、はい、そしたらここの枠が若手に一つ開く、うん、そうやって経験させる、うん、でオフに戻すっていうことってことですね。まあそういうことがあってもいいなと思うけどね。これもし、まあ、まあ仮ですけど小林捕手がロッテに行ったとして、ロッテがじゃあクライマックスシリーズでソフトバンク破ったとなると、もしセ・リーグ巨人がこのまま優勝したら結構な戦いが、ああ結構な戦いな見られますよ、ね、これね、サッカー面白くて、はい、サッカーでレンタル制度があるでしょ、はい、レンタルで行った選手っていうのは、うんうん、そのチームと当たるときに出場はできないってなってる、はい、そういう契約がある。そういう契約あるんですか。あるんだ。はあ、だからもうそういう契約でもいいからクライマックスはとにかくそれまでに田村が戻るでしょ。そういう、まあ、まあ計算というか、だからそういうことがあっても俺面白いと思うよ。今年はもうイレギュラーなシーズンだから、はい、イレギュラーが他に起きても、うん、トレードだとかレンタル的なことが起きたとしても、うん、俺はいいと思う。なるほど。まあ、今年はね、期限、そのトレードの期限が9月30日までなので、うん、あとまあ数週間しかないですけれども、ね、もしかするとね、またちょっとここに来て活発なトレードがもうギリギリで行われる可能性もありますし、山本なんかセ・リーグで投げてる姿見てみたいでしょ。いやすごいと思いますよ。でしょ、うん、だからまあ例えば有原でもさ、はい、ね、ちょっと貸してみたいな、
レンタルというものがね、あったらそうですけど ね、だそういうことをちょっと望むよね。そうですね、うん、まあ、ひとまずは9月30日までは目が離せないというところでしょうね。でも沢村が良かったね。良かったですね。はい、はい。